ちです。本日はですね、しょもちゃんのイベントに来ました。ちょっと、これちっちゃくない？夏バテしてる、もしかして。ちょっと人多いからね、ここめっちゃ。あ、そういうこと、確かに。あ、だいぶおしゃれなとこですね。はい、銀座の世界一似合うな、4階で。確かに、歌舞伎町とかの方が似合いそうな。今日はですね、いつもポーカーで仲いい同じ女性 YouTuber のちょもちゃんがですね、銀座でポーカーイベントを開くということで、私たち遊びに来ました。プライズにはですね、なんとハンバーグが出るということで。ハンバーグが出る、そうなんですよ、ハンバーグの料金がね、出るということで、なかなか面白いイベントになっておりますので、ちょっとね、潜入調査していきたい。潜入調査、はい。では、行ってきます。うだちーチャンネル、チャンネル3万点スタートでございます。ブラインドは400、800、800です。はい、始まりました。私はハンバーグ券を取りに来た。というわけでですね、アンダーサガンからはい、レイズしたら、なんとハイジャックのプレイヤーからオールインが返ってきました。ちょっと待って、序盤でそんな飛びたくないんだけどと思ったんですけど、カバーしてて、まあなんかじゃんけんになりそうだったんで、ちょっと面白そうだったんでコールしました。8ポケ。はい、じゃじゃん。相手はエースクイーンスート。お、いいよ、今のところいいよ、今のところいいですよ、じゃんけん大会でよ。フロップお願いと思って願った結果、なんとみんな大絶叫。はい、私フルハウスになっちゃいました。やった、じゃんけん勝ったぞー。というわけでですね、まあほぼほぼダブルアップみたいな形で、はい、増えました。やったー、ラッキー。はい、続いて大好きキングスさんです。800で回っておりますね。というわけで SB の位置でどれぐらいレイズするか、はい、2000にレイズして、そして BB の方がコールとヘッズアップになります。はい、待って、みんな待って、フロップ見て、やばくない？ちょっとにやけが止まりません。私はチェックしたら BB のプレイヤーが5000ベットしてくれました。時間を使います、無駄に。はい、もちろんコールです。はい、フロップ、あ、フロップじゃない、ターン開くと5チェック、次がラスト8落ちて、はい、当たり前に勝ってます。さて、どれぐらい打とうかっていうところなんですけど、まあ、相手には10ヒットとかエースハイとかありますよね。いや、どれぐらい打ったらついてきてくれるんだろうっていうところなんですけど、まあ、ポットが 14,800 でしょ、まあ、3分の1ベッドかな。5000ベッドしたらフォールドされちゃいました、残念。やっちゃった、はい、まさかのキングなクワッツなんて、私はついてる。いや、来ちゃったね。はい、続いてエース6オフでございます。ボタンの位置ですね。はい、レイズ2000しました。2000なんで、まあ2倍ちょいですかね。3倍まではいかないですね。 3BB まではいかないレイズなんで、 SB と BB の方がコールと、はい、コール3ウェイになりました。はい、フロップ開くと9、8、6、2ダイヤです。私はボトムヒットでございます。エースのねダイヤもあるんで、ちょっとここはですね強気に行きました。はい、半分ポット、半分以上のベッドで、他のプレイヤーを下ろしにかかります。はい、SB の方がホールド、BB の方も降りてくれと思ってくれたらホールド。はい、ナイスでございます。ポット獲得、やったー。はい、はい、続いてはペンズでございます。強気に行きましょう。6000のレイズです。あー、結構アーリーなポジションだったのでね。はい、カットオフのプレイヤーがオールインが返ってきました。ちょっと待てと思って、カットオフのプレイヤーね、めっちゃチップ多かったんですよ。なのでちょっとここはね、じゃんけん大会は回避と、テンズ履かなかちる。はい、相手はキングクイーンスートでございました。ナイスオールインですね。はい、私はおりました。続いてなんとキングス来ちゃいました。キングスの神降臨というわけで、
はい、ラッキー。フロップ何も当たらなかったんですけど、まあ、現状強いので、ベッド1万点したらスナコされました。と思って。なんでスナコと思ったんです。で、続いて7が落ちて。でもここで相手何持ってんのかなと思って、まあ、ポケットとかありますよね。でポケット私も強いし、まあ、ハートスートとかダイヤ、ハートスートかな。フロップの時点で1万スナコってチェック、なんだろうと思ったんでチェックすると、で相手からオールインが返ってきたんですよ。ちょっと待ってと思って、でもキングス現状強いですよね。まあ、8-9スートのストレートとかあるのかなと思ったんですけど、ここでちょっとオールインしちゃいました。コールしちゃうと、なんと相手はですね、はーい、7というわけでセットでした。相手これはですね、はい、負けこれはもう負けって感じだよね。でラスト、ジャック降りて、ハルダチ儚く散るハンバーグ券なんすかこの表情は。飛んだ今日はキングスでついてると思ったらキングスで飛んだ。1回目はクワッツ出したんですよ。はいはいはい、今日はキングス来てると思うじゃないですか。キングスのクワッツ強いですね。めちゃめちゃ強い、はい、ニヤニヤしちゃった。はい、そしたら最後あのキングスであのカレーにセット引かれて飛びました。なるほど。なのでうたちはハンバーグゲットならずということ。ならず悔しい。ちょっと僕まだ残ってるんで、あの、はい、引き続き楽しませていただくんですけど、はい、もしゲットできたら、はい、宇田地さんにも分配するんで、はい、ちゃまちゃん、おおどうでしたか、シャマカップは。楽しかった、良かったです。みんな、和気あいあいとしてめっちゃ楽しかった。いい方ばっかなんで本当、みんないい人多かったですよね。また開いてください。もう次は宇田地カップで終わり。宇田地カップでいつの日か今回イベントを開いてくださったちゃまちゃんの YouTube を概要欄に貼ってあるので皆さん見てください。ありがとうございます。ぜひぜひ見てください。